この声が聞こえますか？あの頃、連れて行かれた先が葬式だとも知らんで、そこにあった果物かごのバナナをねだった僕を、叱らんで見守ってくれたあの時のおじちゃん、おばちゃんにありがとうと伝えたい。温かな思いをたどると父を思い出す。盲腸で入院した私にホットドッグとメロンソーダを買ってきた。痛くて食べたくないと言うと、一人で全部食べて帰っていった。あれは前に住んでいた家の近くの、母には秘密の、父と二人だけのホットドッグだった。遠回りして買ってきてくれたんだと亡くなってから気づいた私、父に伝えたい、ありがとうと。大人になるまでのたくさんの温かな心の思い出、切ないことも嬉しいことも私たちの生きる力になっている。その中にいる二度と会えない人にも、空を見上げればつながっていると思う。空の上の人の声が私たちに聞こえるだろうか。70年前の人たちが見上げた空も同じだろうか。泣いたり笑ったり怒ったり喜んだり、小さな出来事の連なりが今を作る。空も山もお日様も、そんな私たちをずっと見ている。私が5歳の夏に母の生まれた家の花火大会で生まれて初めて聞いた戦争があったこと。あの時もこんな音がしてたのかしら。ひいじいちゃんとひいばあちゃんはこの家と蔵を守るために疎開しなかったらね。空襲にあってね、全部焼けちゃったのよ。あんまりにも驚いてスイカ食べられなかった。だってその頃まだ幼かった母は3歳くらいで、海辺の別荘に疎開してたっていう。っていうことはそんなに昔のことじゃない。こんなに平和な国で戦争があったなんて。どんなに恐ろしいことだろう。母から聞いた空襲の話はそれまでの私の知る中で一番怖いものになった。どこへ逃げても火の海だなんて想像できない。その夜私は眠れなかった。死にたくない、生きたくない、そんな言葉は決して言えない空気。飛び立つと戻ることも許されない出撃。13歳の少年もいた。生きて帰ることを許されなかった青年たちは4000人ほどもいたという。私はこのことを5年生になって知った。なんというむごいことが国の命令であった時代。人の心や気持ちは耳を塞がれていたのだ。今からは想像できない。私は母に尋ねた。どうしてひいばあちゃんもおばあちゃんもひいおじいちゃんもおじいちゃんもおじいちゃんもみんなで戦争はしない、したくないって言わなかったの？この国は民主主義で多数決だよね。私習ったよ、学校で、と。母はそんなこと言える時代じゃなかったのよ、とうやむやに答えたけれど、知らなかったのだと思う。
祖母たち女性の投票権は戦争前はなかったのだ。男性だって収入金額で投票権はもらえたりもらえなかったりしたんだ。不平等な強い者だけの国だったんだ。ほんの少し前、私たちの国は戦争に負けた。赤ちゃんも子供もみんな空襲で爆撃で原爆で焼かれ潰され死んだ。数えきれないほどの命を犠牲にした。明日も今日のように生きていたいと思うことが願いであった人たちがいた。その声を、その思いを私たちは忘れてしまっている。敗戦して私たちは初めて法の下の平等、永久に戦争を放棄、基本的人権、国民主権、これらを手にしたのだ。生きるためのかけがえのない権利と平等。どんなにお金持ちな人も、どんなに貧乏な人も、どんな人にも、この国の在り方を選ぶ権利がある。自分の考える幸せについて、あの頃は言えなかった戦争は嫌だということも、もっと子供に税金をかけてくれ、貧困を救ってほしいなど、投票によって示すことができる。それが政治に参加するということ。どんな人の声も等しく尊ばれる。それが民主主義であるということ。これが私たちの国。私たちが大人になるまでに持つことのできたありふれた毎日の思い出を、私たちの子供たち、その次の子供たちまでも受け継いでいけるようにしたい。したい。平和は当たり前のものではない。守ろうと力を合わせなければ失ってしまうもの。あの苦しみの声と悲しみの涙と、多くの犠牲になった無為無常の死、その命の連なりに今私たちの平和がある。私たちは耳を傾け声を聞こう。この国を守ってくれた人たち、この国のために亡くなった人たち、守られることなく果てた人たち、死を選ぶしかなかった彼らの声に心を傾け、耳を澄ましてほしい。そして動こう。かけがえのない権利生かそう。子供たちのために、ありふれた穏やかな日々に、今までの人生に、空の上の人たちにありがとうと言えるのなら、私たちは今動こう。守りたいもののために思いを示そう。